敵だ。ああ、もしこれに巻き込まれたら怪我じゃ済まないぞ。僕に任せて。今は普通のライアーしかないけど、これくらいの風の障壁なら天空を使うまでもない。って、ん、何あれ。敵中だ。全員戦闘準備。ああ、演奏の前にまずはお掃除からだね。普通こういう雑用は詩人がやることじゃないんだけど。しかしどういうことだ。風流配下の周りにキルチャールの妻が。ヒルチャール、普通は元素濃度の高いエリアでしか活動しないんだけど、ここにいたら体への負担が大きいはずなのに。アビス教団が裏で手を回したんだろう。しかし僕たちがここに来ることに確証はなかったはずだ。僕たちの行動を阻止するため、おそらく教団はあちこちに兵を投下している。じゃ早速。今回の観客は風だけだし、弦を弾くスピードを速めてもいいよね。あ、本当に進めるようになった。お前もたまには役に立つんだな、吟遊野郎。ここからが本当の風流廃墟だ。みんな気をつけてくれ。